ユープブス搭載エンジンのカットモデル1986年式ヤマハ TZ250。この年式で初採用されたデルタボックスフレームとともにユープブス採用が車体に明示されていた。YPVS はヤマハ発動機が開発したオートバイ用にストロークエンジンに装備される排気デバイスの略称であり、正式名称はヤマハパーバルブシステムである。 ユープブスは1974年にストロークエンジンのハイガス対策として研究していた中から生まれた技術である。1978年にヤマハのワークスレーサーのユーザー500、モトクロッサーのユースム250とユースム125の3車種に採用。市販車両では1980年の TZ500 にて初めて採用され。 その1 0 0 c c 以下の原動機付自転車を除く、ヤマハのニストロークエンジン車の多くにトルクインダクションやユーイスと共に採用された。ユープブスは本来エンジン出力向上に大きな効果のある技術だが、1980年の市販化の折には、アックス、ユーイス、キャリブマチックと共に時代の環境対策技術として宣伝されていた。ニストロークエンジンは、 基本的な特性の一つとして、排気タイミングが早いと高回転域での出力特性に対して利があるのに対し、低回転域での出力で不利になり、排気タイミングが遅いとその逆になる。その相反する関係を排気タイミングを可変させることにより両立することを行うためのデバイスである。基本的な構造としては、 排気ポートに備えられた鼓型の可変バルブを回転させることによりエンジン回転数に応じた最適なポートタイミングを維持するというシステムとなる。低回転時ではバルブを閉じ排気タイミングを遅らせ、高回転時にはバルブを開き排気タイミングを早める。これにより、低回転時でも扱いやすく、高回転時にはパワーの出る2ストロークエンジンが実現される。燃焼ガスの経路に、 可動部品がある構造であり、カーボンの付着などによる動作不良を予防するため、毎始動時に、み型バルブの全開動作及び全閉動作を自動的に行うクリーニング機能を有している。み型と発展系のスライド型に対別されるが、スライド型は主に競技用車両で採用され、市販車にはもっぱら、み型が採用されている。市販車で、 スライド型を採用するのは1993年モデルから1994年モデルまでの TZR250RSP と1995年モデルから1999年モデルまでの TZR250SPR の2車種のみとなる。ユープブスは基本的に2ストロークエンジンのための技術であるが、1990年代には、 環境対策の一環としてンストロークエンジンへの応用が図られた記録が残る。山幅ニストロークでは排気ポート側に配置されていたつづみ型回転バルブを4バルブの4ストロークエンジンの吸気バルブ直前の吸気ポート内に設置し、吸気ポートの下半分を遮ることでポート形状を可変させることにより、 シリンダー内部に強いタンブルを発生させることを試行したシステムを1990年代初頭に開発し、1992年2月に米国特許を取得。このシステムはヤマハが1981年に T ビスで手掛けた旧機ポート切り替え機構も内包していることが特色で、1994年には短気筒バイクへの展開も見越したと見られるニーバルブ。 半球型燃焼室型のシステム、1995年には自動車でも使われていたゴバルブエンジン向けのシステムも米国特許が取得された。この時点までは正式名称が明らかになっていなかったが、同年の際インターナショナル解放にて一連のシステムの正式名称がユーティスであることが発表された。ユーティスは1998年には EGR と組み合わされた。 システム2005年には当時東南アジア諸国で人気を集めていたアンダーボーン型フレームのスクーターへの搭載を施行したシステムの米国特許が取得されたがその後もユーティスを搭載した車種の発売が確認されないまま2010年に特許が失効し現在に至っているヤマハ発動機株式会社バイク用語辞典ユープブスハットユープブスヤマハ発動機 2011年11月16日、技術革新とスポーツ振興を目指して、ヤマハニュースナ、no. ンバーワン771978年3月号。AB 賞、エネルギーエンジンシステム開発、ヤマハニュースナン、no. バー2 0 6 9 8 0年8月号。US5359972、タンブル。 コントロールバルブ4インテークポート EP0054964 マルチインテークバルブタイプインターナルコンバッションエンジン US5564383 ダンブルバルブアレンジメント4エンジン US5794587 ダンブルバルブ4マルチバルブエンジン伊坂義晴、日垣義行、デベロップメントオブヤマハタンブルインダクション コントロールシステム、サイインターナショナル、サイテクニカルペーパーズ1995年、8ページ。US6131554 エンジン、ハビングコンバッションコントロールシステム US7055502、シングルシリンダーエンジンビークルプリバイディ。ありがとうございます。